一之師匠が高校2年でラグビー部に砂を蹴ってふとところがですねやめてふと浅草園芸ホールに足を向けて昼席に行くと強烈な赤い色の洗礼を受けるというご本で読みましたが強烈な赤い色っ何ですかね ロシア革命みたいな。そうじゃないですね。なんだろう。浅草園芸ホールに、まず、なぜ行ったんですか大体土曜日が暇になってしまったんですね。部活をやめたら、ラグビーやめちゃったら。これは何をしたらいいんだろうと思ってですね、東武野田線の八木崎という駅が、うちの学校の最寄り駅だったんですけど、そこから一つ乗って春日部まで出ると伊勢崎線で、今スカイツリーラインって言ってますけど、それずーっと乗ってくと浅草行っちゃうんですよ。終点が。 一本で浅草まで行ってですね、うん、ぼんやりこう歩いてたりなんかして、うん、うんそうするとですね上りがファタファタファタはたはためいているところがあって上りな、うんだろうと思ったらそん、は、うん、初めから園芸ホール行こうと思ったんじゃなくてじゃないですねぼんやり歩いてたらですね 中店とかお参りしたりなんかしてこうぐるぐる木馬亭とか,なんか芝居小屋なんかで「うん、えー、花屋敷ってここか」とか見ならぺーっと歩いてたら演芸ホールの前に来て「ああ落,落語案商店」とかで「ああややんか,や,なんかや,ってやってたことあんな小学校の時」ちょっと入ろうかなと思ったら。ほ<う>うん、で木道線がね学生いくらでしたかね1300円ぐらいでしたかねその時。で入って、はいうん、赤っつーの、ね、うのはね壁の色とかね椅子の色がね なんか変な赤なんですよね園芸ホールってくすんだ赤何で「耳色」っつうのが「どどめ色」っつうかんかそういう赤でそのイメージの赤ですね洗礼でこう座って始まるわけですよ寄せて初めて行って最初若い人が出てきますよね高校生みたいな人で前座さんなんか若いですおじいさんとか出てきてでんか15分ぐらい終わるとみんなどっか行って。 ちゃ消えちゃってまた新たに違う人が出てきたりとか、うん、そういうの初めて見てあなんか、うん、面白いねこれって思ったんですね、うんうん、落語新たにで何が面白いってまあ、うん、かつまんない人もいるんですようんまた時々ねうんうんつまんない人もいる でまた面白い人が出てきたりして、うん、またちょっとそんなに面白くない人も出てきてまたすごい面白い人が出てきて、うん、その繰り返しでだん,だん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 客席のテンションが上がってくるんですよ、ね。みこれはねなんかまあそれは最初は分かんなかったけども、うん、通っていくうちにか分かってきたことで,なんかで鳥居が喋って終わるとみんな息があってパーッと拍手して幕が閉まるっていう、うん、なんかそれがすごい。 結構衝撃っていうかこう見たことないなこういう空間はっていう感じで<ー>、はあ、その時は昼見て、うん、夜も見たんですか夜も見ました9時まで、えー、<laughs> 1>, 1時から9時ぐらいまで結構なじゃあ昼何時に入って 1>, 1時ぐらいですかね昼じゃあ9時間ぐらいいたんですかうんだ入れ替えないですからねお金もったいないし見られるなら見ようと思ってそれはまあ変な話、はい、飽きなかった 飽きないですね、本当飽きないですね初めて見て飽きなかったな。例えばね、その今、例えばテレビ見て面白くないものがあったら、うん、チャンネル変えたりしますよね、うん、つまり、まあ、まあ、面白くないっていうか、自分には合わない、うんえー、芸人さんが出てきますよね、はい、何回か、演芸、うん、っていうのは、寄席、うん、っていうのは、うん、そういうのに抵抗、なかったんですか、その抵抗ないですね。 何なんですかね,すかねそのつまり耐,耐,耐えているってわけじゃないんだろうけどなんかね人一人がみんなに話しかけて笑わそうとしてるっていうものを初めて見たのかもしれませんねその時生ではははははそういうお笑いのライブとかその後行くようになったんですけど、うん、その高校2年生まではそういうものに接したことがなかったんですね多分はははそれでなんかこれは なんか初めての経験だぞっていう初めて行った時そう思って飽きなかったのかもしれないで夜の部は場所変えてみたんですよ2階席行ったんですよ誰もいないうんま何人かいたのかなでお客さんを見るようにしたんですね見るようにしたというか自然お客さんが目に入ってくるわけですよね2階にいると視野が広くなってそうするとねあの寄せって 普通のエンターテインメントだと幕が開いた瞬間からみんな拍手をしてちょっと前乗り出すような感じなわけですよねお芝居だったら誰が最初出てくるのかなとかコンサートだったら1曲目は何だろうとかどういう挨拶から入るのかなって。で寄席って特に園芸ホールは幕開いてもう寝てるっていう客がいるんですよ。なぜ何しに来たのっていうあとずっともしゃもしゃなんか食べてるとかなんかかりんとうとか。 れせんべいとかずっと食ってるパパとかあと本当 JRA 近いですからラジオで競馬中継聞いてるじじいとかいるんですよ園芸ホールには。であの2階の隅の方でイチャついてるカップルとかね川崎球場みたいなの皆もんタがんかナレーションしてるんですけど「これ何これ?」っつって。でそれがその一体感のなかった客席が。 だだんだんこうう一つななっていくような<ー>、うん、そういうところがあるんですよね。<ー>鳥が上がるまでに。<ー>芸人の力なのか。<ー>うん、それがなんかこう、大人の空間ですよね。やっぱり初めて大人の空間見たなっていう衝撃ですよね。うんうん、同級生は誰も知らないところに俺今いるなっていう。あ、俺しか見てない。うん それもだからマイナーシコっある種のサブカル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 の中のサブカルだと思いますラ落語的に落語ねそうかそういう考え方もありますねその帰り道なんかこう不思議な気持ちになったんですその背徳感と背徳感ねそうですありますよね浅草今でこそね結構ファストフードが多くなったんでね 夜も明るいんですけどもその時は9時とかに浅草の街歩いてるともうね詰め、うん、入りで歩いてんですからしかも<ー>怖いですよ仲見世とかもね軒先におじさん寝てんですからみんな<ー>ここは俺の軒先だみたいな感じで犬吠えてたり本当になんか背徳感ですよね、うん、俺ここここんなとにに今ここにい,ていいいてのかな これで一時間半電車乗りついて野田まで帰るのか俺はとか、いいのかな俺。でも面白かったな。うん、なんかこう人の見ないものを見ちゃったな。うん、同級生が知らないものを見ちゃったな。っていう優越感ですかね、うんうん。ラグビーでは得られなかったですね。うん、それでまた通い出す。はい。まあ小遣いも限られてますから。ええ じか月にですかねうん土曜日行ってましたねでなんか嬉しかったっていうかシカさんにいじられたり詰め入りきて座ってりゃやっぱり当時としてもそういう少年はほとんどいませんでしたか見してあんまり出くわさなかったですねでもし家になった人に聞いてみると「俺も行ってたよ」とかねそういう人多いですからまあ何人かはいるんでしょう 川柳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 川ん川柳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 ん柳川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 柳の柳川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 なんかね 学生んなてこと言ってこんなとこ来て「えこんな大人になっちゃうよ」とか言うな周りのお客さん指さしたりなんかして「みんな笑ってわす」っていやでもなんかそれもやっぱりね、嬉しかったそれでわざと学生服を着ていくようになったとかいじってもらいたいなんか炎上交際してる高校生みたいな。 政府はあでなんか白楽師匠の話にちょっと白楽師匠ねご勝負内にああこれ何かに書いてありましたご自分の本ですよあそうなんだろうこれこんな話があるんだっていうああそうですね白楽師匠で初めて聞いたのかな五勝うなぎは書いてたんですいやこれはね 赤ん坊を川に捨てるっていうじなです下げがね、オチがね。すごい、すごいね。ああ。感動じゃないですね。えっおかしいでしょ。もう、ナンセンスですもんね、もう。短編みたいな感じですよね。うそういう世界があるのかと赤ん坊最後、川に飛ぶるんですよって、ああ、いい5章をしたなって。そんなんないでしょ。でも面白い。ってすごい幅 懐が広いなって思いましたね、この話でそれでまたその学生高校時代やっぱりラジオにまたハマってオールナイトも聞いてたし、そう高田先生のね、ラジオとかねビバリエルズとかねでなんかあの高田先生のライブとかにも行ってましたねねお笑いゴールドラッシュねあの僕のやってたラママにいらしたことないんですかラママってどこでやってたんですか渋谷渋谷は怖かったんですえ 渋谷怖くていけなですお笑いゴールドラッシュってどこでやってましたお笑いゴールドダッシュはね、え、どこが新宿とかだったですか新宿だったかなうん。え、あ、下北だ、タウンホールですね。下北ですね。下北も怖かったですけど、あの辺ならまだ行けたような感じ。渋谷怖い渋谷って遠いじゃないですか。ちょっとですけど、遠く感じたんですよ、渋谷は。はぁ。ゴールドダッシュは行ったな。あで、ラジオ名人寄せの。はい。 あ、そういう、まあ、いわゆる、なん、なん、なとか参加番組みたいの見にいったんですか。名人ニュースはね、あ、見には行ってないです聞きには行ってない。あ、録音。録音です。エアチェックして。あ、カセットで。はい。全部取り溜めしてました。うん。あもう、高校時代から落語を、こう。とってたな。早起き名人会みたいなやつ。そうです、そうです。で、あの、現役の。話家の。うん。落語を聞けるラジオ番組。 だったんでね名人寄せとかラジオ名人寄せあれかこれは NHK の玉置さんがやってたやつですねラジオ名人寄せ「らんまんラジオ寄せね」ね、はあ、TBS でやってた、はあえー、あれとか、えー、NHK の真打共演なんかは現役の生きてる人の話が聞けるラジオだったんで、うん、ああなるほどいやチェックしてました名人寄せもまあしてましたね、うん、当時のカセットってまだ残ってるんですか家にありますすす何本ぐらいいんですかかわない 畳が抜けそそうになったことは、ね、それはあ結構資料としてはねアーカイブとしては今すごいですねそれうんでもなんか面倒くさいから残すすべがよくわからないいやまだ聞けますけどね<う>聞いてますたまにもう,もうラジオもうフル活用してますね ラジオフル活用ですよ、お袋にずにいつも録音頼んでね、ラジオ名人寄せは3時半からだったんですよ、お母さんもそれを補助してたんですか昼間に3時半だったんで、いやー、甘いな、母ちゃん。だから、これを赤いボタン押せばいいだけだからねって言って、なんかめんどくせえ、本当に。そしたら再生押しちゃって、何にも入ってないテープがただからから回ってるだけだったってすげえ怒ったな、あの時 ごめんなさい、怒られる。なん、とってるんでられることない。んだから、塩蔵の、塩蔵の反対車。こんなことで怒るんじゃない。処置やってんじゃねえか、だよね、反対車。で、なんか、高校時代に、また、学部熱が。復活。そうですね。学部研究会を。最高。するって、急ブしてたもの。あの、物質が、や、空き物質がありましてですね、一つ。 うん、なんだろうなんつったら「落語研究部」って札がかかってて先生に「これは何ですか?」って聞いたら「うん、落語研究部」っていう部があったんだけどもう十何年もう誰もいないんだよって言われて「うん、うじゃあ落語好きになったしじゃあ僕やりますよ」って言ってこう,うまあ半分物質が欲しかったってうのもあるんですけどね自分の空間おうおう自分の居場所ですね欲しいなと思ってただ一人でやんのもなあと思って、うんうん、隣の席が生物部の、うん。 高木くんっていう全然関係ないじゃないですか。まあ仲良かったんです。まあ仲いいの彼しかいなかったんですけど。友達いない。あのね、まあ話はするんですけどね。本当に心を許すってのはあんまないですね。爆笑問題の太田みたいですね。いやああああああんなにあんなにひ酷くはないですけど。あのなんだろな高木くんは仲良かった。高木くんと高木くん生物の部長やってたんですよ。二年生なんだけど。 高木君に「落研というのを僕はやろうと思うんだが」ってこう言ったら「うん、ああいいんじゃない何もしてないよりは」って言われて「一、うん、人じゃ寂しいな」っつったら「うんうん、寂しいよね」っつって「うんやろうよ」って言ったら「俺部長なんだよな生物部のと」<laughs> うんでもさ」っつったら「高木君その当時生物部の中で浮いてたんですね」<laughs> ちょっと部員と折り合いが良くなかった。<laughs> それは分かってんだよこっちはそれを承知で探ってんだけどどうだい?」っつったら「ああじゃあそうだなやってみようかな」っつって「生物なんかみんなやってんだからさ落語だよ」っつったら「じゃあ俺もやるよ」っつって高木君を引き抜いて二人で落語研究会をやろうってことでガラガラって物質開けたらね その十何年前の先輩が残していった本とかテープがいっぱい残ってるんですよ落語辞典とかじゃこりゃっつってこう二人で見てそこはずっと開かずの間だったわそうなんです畳だけ開かってすっちゃかめっちゃかになったんですけど資料が残ってあと着物が一枚だけ残っててええとそれ見て勉強してうん 着物着たら虫に刺されたりなんかして、うん「かかいいな」っつって <laughs> <laughs> で「高木君は落語やんなかったんですけどねな,な,なんですかそれ俺向いてないよ」っつって「うんうん、じゃあお前奇術奇術だよお前色物だからお前そういうの必要なんだよ」っつって <laughs> こっちは寄席行き始めてね <laughs> ばっかりでそういう知識だけついてきたか奇術だよ」うん「マジックって言わずに奇術っていうところはちょっと通っぽいっっ」「奇術やんなよ」っつって。うん やるよっつって、テイな。テーブルマジックをタイ君はテーブルマジックをやってましたね。生物部。生物部の部長、元部長。で、まあ、僕が覚えて落語。うん。で、高木君が前で聞くっていう、そういう活動完全に自己完結してるじゃないですか。ぐるぐる回って。十分じゃないですか。だって。十分でしょ。客じゃなくて。研究してんじゃん。そう。だって客、どこに行くか分かんないです。あいうまいなとか。どうだったどうだった それで、で割と高木君は褒めてくれたんですか、はい、いや、褒めもしないし、なんか、ああ、面白いいいんじゃないっていう感じですよ。<う>高木君はだけど、落語に興味ないんですよ。<laughs> テーブルマジックやるだけだ <laughs> <laughs> 僕は一生懸命覚えてやってたんです <laughs> なん当時、何の話覚えてやったんですか 師匠の即記があったんでそこにあってそれとそのテープで覚えたほうそういうのを覚えたその時はもうさすがに「神下ってこと分かってたんですねそうですね落語入門みたいな本もありましたからね「ああ神下ってのあるのかって右向いたり左向いたりこういうルールかってそれで覚えました高木君に聞かせてあとクラスのあぶれのを読んできてなじめないなじめない図がいるじゃないですかクラスにそういうのをこう。 読ん,読んできて聞かせたりとか、うん、無理に聞かせたりか寝床ですね <laughs> 本当に寝床ですよ <laughs> ああ,あ,あ青春ですね,ね<え> <laughs>